プロレスショップチャンピオンの提供でお送りします。プロレスリングウェル夏スミレ。昨年10月にデビューした夏スミレ、その夏に五番勝負の試練が課せられたのだが、夏スミレ五番勝負初戦の相手は大畑美咲。夏は大畑美咲を相手に闘志を見せることができずに完敗。あの大畑戦から3ヶ月。私の中には紹介しきれない思いがあります。あの時の自分を今でも悔いています。大畑さんと試合がしたいです。変わったところとか夏の気持ちが見えなかったら、私は容赦なくあなたを見捨てます。ウェーブ生え抜き第1号として期待を込めて送り出された夏スミレ。しかしその期待を裏切ることになってしまった夏スミレ。この試合夏に闘志が見えなければ見捨てる。こんな結果では納得できない。生え抜き1号として夏スミレ決意のリングイン。そのくらいの覚悟をして試合に臨んでください。はい。チャレンジウェーブ夏スミレ飛翔五番勝負追試。夏スミレ VS 大畑美咲。さあ本日は8月6日、なんと夏スミレ選手のリアルバースデーということで来ていただきました。夏スミレ選手です。よろしくお願いします。お願いします。22歳になりました。夏スミレです。お願いします。はい、というわけでですね、まずはですね、夏スミレ飛翔5番勝負終わったはずなんですけれども、はい、追試ということになってしまいました。これ夏さんどうして追試になったんですかね。はい、こちらの5番勝負の1本目で、はい、大畑さんと当たらせていただいたんですけども、非常に悔しい結果で終わってしまって、うん、それが自分でも納得がいってなかったので、はい、お願いして選手という形でやらせていただくことになりました。北川さん、まあ、5番勝負第1戦大畑戦だったんですけども、はい、あの試合振り返って、まあ、やっぱりちょっと納得いかないと見てる側もありましたよね。なんかね、はい、へたれにも程がありましたね。へたれにも程がある。へたれにも程がありましたね。それは大畑怒るわっていう。でもまあ夏さんからしてみれば、まあ、あれからまあ2ヶ月3ヶ月経ちまして、はい、あの時の自分とは違うんだということを見せたいということですよね。そうですね、見せなきゃいけないなって思ってました。はい、なんとまずは奇襲のドロップキック、これやはり気持ちの表れですよね。そうですね、もうちょっと止まってられなくて、はい、さあもう一回試合をして、変わったところがないともう容赦なく見捨てますとかこう発言しております大畑美咲。まあ、大畑選手もね、そういうちょっとかなり辛口なことを言ってましたよね。そうですね、まあ、言われてもしょうがない、はい、カット試合をしたのは自分だったので、はい、でも今の序盤のドロップキック、まあ、奇襲攻撃、まあ、気持ちの表れというのは非常に見えた感じがいたしますね。ああ、ありがとうございます。まあ、二人さん、こういうところがやはりこの初戦とは違いがあるんですかね。なんかね、だって何もできへんから、はいはい、気持ちで見せるしかないじゃないですか、若手さんって、はい、なんか 2月11日の一発目は、はい、もう気持ちさえもうお腹痛くてやんな。そういうのもあったと。お腹痛い、子供か。いろ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 あったんで、まあ、試合の後半にはね、大畑の方のドロップキックをもう何発もぶち込むというね、はい、ちょっと、夏さんが本来であればやらなくてはいけないことをやられてしまいましたよね。はい、まあ、それだけにやっぱりちょっと反省というか、はい、もうちょっと自分の中ではもう相当落ち込んだというところあったんですか。そうですね、はい、落ち込みましたね。で、また大畑が、はい、こうザブングループの中でも、なんていうの、こう怖い先輩なんですよ。はいはい、私だって先輩でよかったと思うもん、自分で。そうですよね、私この子より上でよかったわ、1年でもと思って、はい、いやもう十何年上ですけど、まあ、このリング上でのあれはキャラじゃなくて本性なんですね。本性です、めっちゃ怖いですよ。はい、で余計、うんうん、余計に、へたれな試合しやがったので、まあ怒る、うんうんうん、でも私こうタイトル考えた時に飛翔五番勝負、はい、追試っていうのが天才やなと思って。そうですね、追試って今までないでそんなんと思って。歴史変えたよプロレス界。、うんね、追試ありかっていう。本当ですよね、そういう意味ではね、本当にこの追試でダメだったら、まあ、不合格になってしまうというね、そういうこともありえますからね。うん、
申し遅れましたが、今週はですね、なんと夏すみれ大特集ということでですね、特典映像まで全て夏すみれさんが登場するということですね。うざいわーうざいわー。今週は、ね、大冒険してしまいましたけど、一説によるとですね、あのコマーシャルまで出てくるんじゃないかと、そういう噂もありますけれども、まあ数字が低かったらもう二度と使われない。まあこちらも追試のような状態になってますね。崖っぷちなのかチャンスなのかですよね。そうですよね、両極端ですね。夏さんはでもほらいつも崖っぷちみたいなもんや。あーそうですね、割とさあここで夏さんの、これはボインポイントも出てまいりましたね。あー手が邪魔。夏さん結構こうやって見るとボインですね。そうなんですよね、はい、あんまりこう目立って動かされないんですけど、うんうん、はい、でもこれカップというかサイズは結構大きいんじゃないですか。サイズは、ええ、でも実は、うん、あの今画面に映ってるおっぱい2つ同じカップ数なんですけどね。お見た目の迫力は大畑さんの方がやっぱあるんです。全然なんかね 3D やもん。 3D はい、だから私 2D なんですよ、ね、いやいや白黒やで。いやもう白黒お前白黒やで。いや意外にもね、その大畑選手とじゃあカップが同じということで実は同じなんです。それはそれは意外な共通点がありました。しかしナックルで倒されていきました、はい。さあ夏すみれここで気持ちを見せないところだがどうだ大畑がそのままフォールの体勢。まあ大畑選手もね、あの初期の頃はね結構この青い妖精というリングね、あのキャッチフレーズがありまして、ちょっとあの伸び悩んだりとかね、先輩にこう結構きついこういう食らったりってそういう時期はあったんですよ。あそうなんですか、なんか想像つかないですね。もともと引きこもりだったことはご存知ですか。あはい、あそれは知ってました。はい、浦部も引きこもりやろ。そうですねそうですね、あんたの方がちょっとタチの悪い。タチが悪いんだ。ちょっとあのはい、こじらしてるタイプの言い方なんですけど現在進行形みたいなところもありますもんね。あ、でもそこは治りました、うん、治ったぞ、はい、全然治りました、はい。まあ大畑選手もね、同じねプロレスに出会って治ったわけですからね、はい、そういうプロレスには効果があるようでありますが、さあここで2カウント。しかし今度はなんだ、クロー攻撃だ。あさあ転んでもただでは起きない大畑。さあそのまま足をフックしてのもう一回、これはコブラクローのような形になりました。さあ秘書5番勝負なんですが、大畑美咲戦が第1戦、第2戦は春日萌香、はい、そして第3戦白井美代、第4戦藤本司を経て第5戦志田ひかるといろいろありましたけども、はい、夏さんその中でやはりこう思い出深い試合というとどれになるんですかね。なんかもうどれもやっぱ先輩方にすごいいろんなことを教わってきた試合なので、はい、全て自分の中では本当に大事な試合なんですけど、うんうん、まあ、特にでも第4戦の藤本さんは、うん、まあ、その前のこうツイッターでのやり取りで、はい、まあ、ちょっと自分がいらんことをいたしまったせいで、うん、結構封印しなければいけないような危機に陥ってしまったので、うんうん、ちょっと他のものよりは意味合いが違った試合でよく覚えてます、はい、そんなドロップキック封印ってなるとね、はい、もうちょっと攻めどころがない、そうなんですね、ね、やることがなくなっちゃう。何をしたらいいんだろうと思っていらんこと言ったなってすごい思ったんですけど、はい、しかもドロップキックの名手相手にね、はい、はい、さあここで、さあ今度は夏でダウンジョダーッと当ててまいりました。ほら 3D、 いやほんと今画面から飛び出しそうでしたね。最近カメラマンさんがちゃんと心得て、すごいボインポイントいや今日もアンテのボインポイントやな。そうですね、まあとても同じカップには思えないですねまさに安定のボインポイント、大畑美咲であります。さあ今度はなんだ、トップロープ。すごいな、おっぱいにしか目がいかんもん。そうですね、空飛ぶボインポイントですね。しかしここでうまく今助走行った、ちょっと助走行ってみましたね。まあ、ちょっとすごいな、助走のいらん技にあんなに全力で助走で丸め込む人初めて見たぞそうですね、どうなんですかその辺はオリジナリティをちょっと出してみようかななるほど、はい、オリジナリティだったんですね。オリジナリティを、いやまあいろんな奇策も出てまいりますね。そうですね、さあ出てまいりました。ダイヤル固め、ダイヤル固め、ぐるぐる回していきます。お、大畑美咲を回転させていく。さあまだまだ回ります、夏すみれ。さあ非常にいい形になってまいりました。まだまだいきますね夏さん、やはりこの技に関してはまあもう自信の持てる技と言っていいんですか。まあそうですね、ええ、唯一自分の持ってる技と言えるんで、はいはい、そうですよね。さあさらに攻めまくります。さあレッグロークラッチ、これもカウンター2。さあまたしてもボインポイントが揺れる揺れる。さあ今度
だドラゴンスリッパーの体勢からスタンディング式。飯田さん直伝ドラゴンスリッパーです。いや飯田さんがドラゴンスリッパー使ってなかったと思うけど。いやそう。今そこ藤波辰巳さん直伝やったら、はい、うわーってなるけど、飯田さん直伝ってさほど。そうですね。二人で畳の鏡の前でさほど練習をした。この技を、はい、飯田選手からどんなところがコツを学びました？腕をおへそ側に引いた方がいいよと。腕をおへそ側どうなんですかね、二上さん。まあ間違いではないけど。まあそれは。それは間違いではないけど。うん、そうね。それでとしかなんかそれしか言いようがないよですよね。いやまあまあそうやっていろんな技をね次から次へとねまあ開発していってるというそういう段階ですよね。さあ今度はフライングボディアタック。さあさらに連続式のクロスボディ、どうですかこの連続攻撃、夏さん。そうですね、しんどかったなっていう記憶が見てると。まあでもねこれは第一戦初戦ではね、まあ、途中でちょっとこう何もやることがなかったというそのまあそれに対してのこうアピールというのもありますよね。はい、はい、さあまだまだ続きます、まだまだ続きます。さあ夏すみれ連続攻撃。もうこうやって拍手してくださるのがすごく本当にありがたくて、はい、手拍子ね、手拍子ですよね、うん、手拍子手拍子ね。ありがたい。すごいこれ聞こえると頑張らなきゃって本当思えて、うん、そうですよね。さあここでようやくフォールの体勢になりました。お頭を切り返してまいりました。しかしそれでももう一回フォール、前女固めを。さあ前女固めに行きました。前女固め残り時間5分になりました。まあ意外とね夏さんはクラシックなねこういう前女式っていうのはまあ好きというかね、ザ女子プロレスというのもやってましたし、あしかしここはバックブロー。さあバックブロー一発でどうだ、決まるか、返しました。まあなんといってもね憧れの選手がミミハゲワラというのがありますからね。そうですね、はい、選手像として憧れですね、さらに井上貴子とかねもう、はい、やっぱり前場の伝統アイドルみたいなところありますよね。あそうですね。えアイドルになりたいとか思ってんの？あんまりアイドル志向はないんですけど、多分やっぱ好きなのがそういう花がある選手は、うん、がきっと好きなんでしょうね。はい、まあそこはやっぱ憧れの存在ということですよね、はい、まあそんな中でもまあ他にはねかな、栗原由美、白光、大川由美、あみんなアイドルですね。うん、未だに大川由美って言いました、ね、あ言いました。大川由美の名前出てきましたけど大丈夫ですか、それすいません、アイドルに入ってていいんですかあれ。一人自称が入ってましたね、すいません。長介ですけど、長介が入ってました。 今もう天竜さんですよ、ま、そうですよね、源さんになっちゃいましたからね。さあそれと1本目はこれで取られて、そうなんですよね、これ2カウントで切り返してますからね、はい、ダメだと思って。さあしかしここでリングの中央センターでのジャーマンスープレックス、決まってしまいました、3カウント。最後はジャーマンで仕留められましたが、夏さんいかがでした？なんかもうこの潰れた瞬間は何も考えれなかったんですけど、後から振り返れた時、この時初めてジャーマンを受けたので、うん、なんかちょっと嬉しかったなっていうのを覚えてます。はい、さあ二上さん、この試合、はい、総評としてはいかがですか？まあいいんじゃないですか、うん、追試的には。そうですよね、まあ、とりあえず、まあ、大畑美咲もね、まあ、なんとか、まあまあ、赤点ギリギリの、まあ、合格点ということだったそうですからね、はい、あー勝ててよかった、よかったよかった。ありがとうございました。ちょっとウェーブ DVD めっちゃおもろいな。おもろいやろ。おもろいわ。これはもう元気になれるよ。あの元気ないときはちょうどいいよな。そう、元気ないときは DVD 見て元気になる。元気になれる。まあ、父もよう出してるしな。根拠あらんやけそれ。まさやな、カメラマンのあれやもんな。あ出してへん出してへん。あ間違えた間違えた。出してへんし。そうそうそう。出し気味な感じ。ねえ下野、どっかプロレス見に行かない？自分プロレスの DVD が欲しいです。どっかお店ないかな。そんな時はプロレスショップチャンピオン、水道橋チャンピオン、プロレスチケットのことならチャンピオン、ウェブの DVD もたくさん揃う、プロレス DVD のことならチャンピオン、レアなビデオもレンタルできちゃうチャンピオン、学校帰りにチャンピオン、会社帰りにチャンピオン、プロレスグッズのことなら水道橋チャンピオン。
キャッツ・ザ・ウェイブ、ヤングブロック公式戦、夏すみれ VS フィアニー日本橋。さて続きまして、夏すみれジャンプはまだまだ続きます。夏すみれ対フィアニー日本橋。はい、はい、夏さん、引き続きまた試合がありますけれども、はい、今度はキャッツ・ザ・ウェイブ2014ヤングブロック公式戦ということで、はい、対戦相手フェアリー日本橋に対していかがですか？はい、まあ、初対戦ということもあったんですけども、この日なんていうの、地元なんでね、うん、そうなんですね、はい、うん、すごい全然おおびっくりした。そう、いきなり出てきた。いきなり出てきた。うん、あなたがやってるんですよ。まあ、これはちょっと、まあ、先ほどの大橋戦でもありましたけども、ちょっとこの気持ちの表れと言っていいですよね。そうですね。さあまずはヘアホイップからスタートいたしました。さあ夏すみれ、愛知県岩倉市出身ということで、このまあ名古屋大会、まあ、凱旋試合と言ってもいいんですよね。そうですね、はい、はい、まあ、これ2回目の凱旋試合ということになるわけですけれども、はい、どうでしょう、1回目に比べるとやりやすさみたいなものがあったんですか？そうですね、ええ、なんかもう1回目の時は初めての凱旋ということで、はい、結構頭がいっぱいいっぱいになってたんですけど、ええ、今回は割とリラックスじゃないですけど、うん、はい、結構周りの見慣れた顔も見る余裕がありましたね、うん、あ、そうですか。さあ一発いくぞという声もね、結構の張り上がった声も出ましたけども、はあ、さあそういうところも違いがあるかもしれません。さあドロップキック、フェアリー日本橋が攻めます。さあこのキャッツ・ザ・ウェーブ、この時点では、2戦経過しまして2戦2敗ということで、はあ、まだ得点はゼロですね。ゼロでしたね。まあ、二上さん、まあ、この5番勝負を経て、はい、キャッツ・ザ・ウェーブ突入したんですが、まあ、意外とこう伸び悩みのスタートになりましたね。そうですね、あれ一戦目誰を取って、セラさんです。ああ、セラさんか、はい、で2本目カホちゃん。そうです、そうです。あ、意外と強い方からいったのね、あんた。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、あえてそういうところからの、まあ、公式戦ということになったわけですが、まあ、この日、前日ですか、結構あのお母さんの、経営されてる喫茶店にもファンの方がたくさん、はい、そうなんですよ、もうありがとうございました。お母さん喜んどってんな、はい、お母さんがもうありがとねなっちゃんっていう風にメールをくださって、はい、くださって、じゃナポリタンが7食出たって言ってました。7食も、はい、おすすめメニューがやっぱりナポリタンなんですね。そうですかね、はい、でもあのチャンスに行けば夏さんのナポリタンも食べられることもあると。そう、でもちょっとね、ブラックペッパーが辛いってちょっと、ツイッターに書かれておりまして、なかなかやっぱお母さんの味はさ、ね、ですか、ね、そこも頑張っていただきたいですね。さあここでナックル合戦になりました。夏すみれ、ライバルはですね、これまで山下里奈と言ってたんですが、なぜか最近になってですね、赤井咲ですか。それは最近ではないですけど、でもなんかやっぱ同期、一応同期なんですよ。誰、咲ちゃん。そう、実は同期なんで、まあ、やっぱそういう意味では活躍とかは見ちゃいますよね。うんうん、やっぱ気になる存在だと。はい、てかもはい、限らず同期とかはやっぱ見てほしいと思いますよね。まあ、結構ね、そういう意味ではね、夏さんの世代も同期いますからね。そうですね、割と多いですね。フェアリー日本場所も同じ2013年デビューになりますけども、一応、はい、デビュー年は同期になります。そうですよね。さあ、そういう意味では同期対決とも言えますよね、はいはい、入った時点でもうデビューなさってたんで、じゃ先輩なるんですけ ど、そういう扱いなんですね、はい、さあここでボディアタック連発しました。まあ結構今ナックル合戦でもお客さんの声援がありましたけども、はい、やはりこういうのも力になりますよね。いや、もう本当に違いますね、アルトナイトでは、うん。さあクロスボディの連発、高見さん、この辺りが成長ですよね。そうですね、なんかまあ、結構枠までやれってみんなに言うんで、はい、連発物を、うんうん、だからまあ枠までやるからいいんじゃないですか。そうですよね。さあ非常にいい攻めを見せてまいりました夏すみれであります。さあ再び夏の攻撃日課、まあ、この名古屋大会なんですが、二上さん、はい、まあ、フェアリー日本橋も、まあ、愛知県出身なんですよね、はい、そうですね、はい、でレフリも名古屋でしょ。お、そうなんですか。3人とも名古屋っていうか愛知県で、今もう東海率が高いんですよ。暑いですね、はい、兄貴もでしょ。あ、そうですね、広田もでしょ、はい、だから今度うん、名古屋でやるか東京でやるかちょっとわからないんですけど、はい、方言ウェーブやりたいな。方言ウェーブ、はい、これ全部名古屋弁でやるって、愛知弁でやるってすごい濁点多くなりますね、そうするとあんまりよくわからんねん、その名古屋弁とかが。そうですね、濁点多いですよ、名古屋弁。なんか試合中のなんかこう名古屋弁で言って、試合中の、うん、向こう二人出とるがやえ
下げやはよみたいな感じですかね。絶対おもろいと思うね。大阪弁でも飽きてるけど名古屋弁ってないもん、そんな聞く機会ないもん。今聞いただけの新鮮ですよね。まあやっぱりなんとかだがやみたいなが有名ですね。そうですね、入っとったがやみたいな。ああ、はい、結構勢いがある、ね。時々やっぱポロッとリング上で出たりとかするんですか？リング上では出ない。さすがにそれはない。でもなんか名古屋の人もあんまり方言出えへんよ、東京で。はい、名古屋って別にイントネーションは標準語なんで。いや全然ちゃうことや今。そうですよ、もう全然ちゃうことや、インドネーション。今何言ってるか一瞬分からないですよね。なんか何日前だかなと思ったけど。まあでもそういう意味ではね、本当に名古屋出身というか愛知出身の方が多いんでね。おいおい、うち多いわ。いやこれは愛知県での大会、名古屋での大会は本当に楽しみですね。まさに方言この瞬間とか名古屋弁で言ったら、はよギブ取り合えよみたいになりますからね、名古屋弁で。あ、でも当然石黒レフリーはそれはもうすぐ反応するでしょうね。あ、その手がありますね。そうそうそう、はよあんたギブ取り合えって言って、うん。あ、ぜひちょっとね、それリング上でもあの発揮していただきたいですね。ちょっと待って、ちょっと待って、レフリーはなんていうの今言った、フェアリーフェアリーだけや。うーんと、ギブ一緒やねん、それ一緒やねん。別に何にも方言ないですよ。ギブ、あんたしっかりしやーよとかですかね。はぁー、まあ、やっぱなんか独特のね、愛知県のありますね、イントネーションはね。はそうですか、ちょっとこれは楽しみになってまいりました。まあ二神さんのね企画力でね必ずこれ実現すると思いますんで。まあ多分やりますよ、ね、そうですよ、ね、この近い将来やりますよね。番組から生まれる企画多いですからね。多いですね。あと飲み屋の会話とか入るのが多いんでね。そう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 、そうですね。さあここで残り時間は3分になってしまった。危ないぞ。さあ夏すみれ初白星、なんとしても2点を獲得したいところでありますが、残り時間はどんどんなくなってまいりました。おっと、なんだこれは切り返していく。逆さ抑え込み、どうだ、抑え込むか、ツーカウント。なんか結構10分ってやっぱ短いんですね。まあそうですよね。もうおっとここでダイヤル止め、ダイヤル止め。さあぐるぐる回していく、お客さんの声援も一段と上がっていく。さあ今度はなんだ、おっとジャパニーズレッグロールクラッチ回転足折り固め、どうだ、入った、スリーカウント入りました。夏すみれシングル初勝利。いやー夏さんようやく初勝利になりましたね。はい、そしてこの後ろの夏すみれの名前がちょっと逆ですけどね、うちこれはお母さんとか親戚の方ですか？そうですね、はい、昔の仲間が集まってくださったんですけど。じゃあ名古屋弁で初勝利の気分を言って。はい、ベラ嬉しいがや。はい、というわけで夏すみれがシングル初勝利を得ました。さあさらに今週まだまだ夏すみれの出番が続きます。リーダー初勝利ですね。レスラー人生においてもシングル初勝利で、いや、なんかちょっと多分自分が一番びっくりしてしまってると思います。いや、なんか今回2回目の凱旋興行で、自分の団体としてはなんか前回よりも結構クリアに地元のみんなの応援が耳に入ってきて、やっぱこの人たちの前で、うん、情けない姿はやっぱ見せたくないって気持ちは元からあったんですけど、やっぱ声を聞こえると試合中にもそういう思いがすごく感じて、本当に応援の声にすごく助けられたと思います。今月7周年大会を迎えるプロレスリングウェーブ、7周年を記念して2週連続で懐かしいウェーブの周年大会をお届けいたします。お楽しみに。尺が大幅に余りましたので特典映像です。感動と興奮を歌い上げる夏すみれさん、好物は赤貝とアワビらしいです。今週の特典映像は夏すみれさんで本能。うるさい、うるさい、うるさいぞ、うざすぎるぞあいつ。めっちゃうざいっすねこれ。約束はいらないわ。うるさい、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 うるさい
どうだった？長浜という名字なので入団して1週間でロングビーチというあだ名をいただきました。そして1年先輩の夏は得点や倒立ができなかった私でも今ではリングの上で輝き人々に感動と興奮を与えています。そしてスタートらずだった喋りも今では流暢に喋れるようになりました。ボス経験がない人でも自分を変えたい、目立ちたい、スポットライトを浴びたい、人を投げたい、蹴りたいなど少しでも興味のある方はプロレスリングウェーブまでご連絡ください。プロレスリングウェーブのエースは